柴山啓太と語る菅総理への直言週刊クラライテリオオン藤井さのアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌「表現者クライテリオン」の藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈です。もうね、菅総理が誕生して、もう一月、二月。もう結構経ちましたね。経ちましたよね。国会も、まあ、始まって、いろんな議論が動いてきて、<ー>菅カラーなんてね。はい。いう言葉も出てきてるところですけれども。やっぱり、なんか、こう、見てると、ちょっと。 ちょっとこの人大丈夫かみたいなところがありますので、うん、今日もまたあの京都大学の准教授で、えー、表現者クライテリオン編集委員の柴山慶太さんにお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、あのー、この菅さんの話をぜひ、うんうん、ちょっと柴山さんの視点からですね、うんうん、もうこの縦横に切っていただきたいなと。うん 思うんですけれどもいかかがですか菅さんいやー、やっぱり、まだね、制作の方針は、まあ、うん、基本方針は発表されたんですけど、うんうん、まあ、まだやってないので、うんうん、まあ、まだ評価はね、あれだとしても、ねうん、やっぱりちょっと危ないな、という感じがね。危ない感じしますね。えー、しますね。うん、で、これから、まさに、こう、うん デフレ不況にね、これが戻っていくと。まあ明らかですよね。だってもうこんだけ GDP が減って、世界経済おかしくなってるわけだからで。携帯電話下げるってデフレを推進しようとしてんのかなっていう感じもして。<laughs> こ携帯電話下げるっていうので、支持率ちょっと幾分上げてはるところがあるんですよね。 やっぱり嬉しいので、お、俺もちょっと出費減のかみたいな。携帯電話下げるんゃなて、給料を上げるにしてくれよっていうね。いや、そういうことですよね。そうですね。いや、もうそう。おっしゃる通り。でしょ給料。うん。民の喜ばせ方がおかしいんですよ。おかしいですよ。なんかこれ、マイナスですよね。考え方が。えそうなんですよ。携帯電話下げたら、まあまあ一部かもしれないけど、携帯電話関係屋さんたちの所得、絶対下がりますからね。下がりますね。だから、あの、本当は菅さんが自分が、 ま、俺の金出したるわ、って政府が国債でも何でも吸ってみんな金配りゃいいのに。一円も自分の財布から金出さんと、あの、携帯電話の財布に手つくの、ゃょ、稼ほら、言ってめに配ってるとまあま、黙っとけお前。ってめちゃくちゃ悪いやつですいや、これはね、やっぱ小泉改革をね、もう思い出しますよ。日本学術会議とかもそうだけど、なんかね、世論で批判受けやすいところにね、世論の目を向けて、そっちに世論を叩かせるっていうあの手法はね、もう小泉改革そのもので、 最悪ですよ、ね、もうとっくに終わったね改革の章をまだ持ってくんのっていうそういうなんかねちょっと危なさを感じます、ね、今日はなんかそんなところを中心にですね、まあ、菅総理に直言ぜひちょっと菅総理お願いします聞いてくださいと政治を変えてくださいという思いを込めた直言をですね柴山啓太さんにしっかりがっつり語っていただこうと思っておりますよろしくお願いします今日のテーマは柴山啓太と語る菅総理への直言はい ちょっとこう携帯の問題もちょっといかがなものかっていうお話を最初にしていただきましたですけど、まあ一時が万事な感じですよね。うん,うん。どんな感じですかね、菅さんの。うん、やっぱりそのお金をこう使ってね、うん、政府が経済を底上げするという考え方はないでしょうね。ないですね。うん。う むしろ、例えば、まあ、中小企業の数が多すぎるから減らすんだとか、うん、それから、地方銀行の数が多すぎるんで減らすんだって話にして、な、うんかコストカット、無駄の削減っていうね、うん、あの、小泉改革以来の、まあ、自民党のね、その改革路線を継承どころかさらに前に進めようっていう話になってる。で、やっぱりこう、時代状況と合ってないんじゃないかという不安があります。すね、まあね、これ何度も言ってることですけど、まあ、コロナ、 危機からコロナ強行へとね、発展するかもしれないときに、うん、コストカットってどうするのっていう。うん、北風が吹いてるときにさらに冷たい風をね、特にこれ地方厳しいですよね。うん、中小企業多いのは地方ですし、うん、地方銀行はまさに、ね、地方の、まあやっぱ金融の要ですよね。うん、で、中小企業とか、えー、地方銀行っていうのは単なる、こう、えー、利益以外のことで、やっぱ中域に色々還元とか貢献してるんですよね。うん まあ、それこそ、えっ、ー、と、手弁当でゆ、ゆ、雪かきやあるよね。土木の会社があったりだとか。うん、まあ、地方銀行もいっぱいその、地域の、活動にね、その、まあ、支援をしたりとかしてる。そういうのをなしに、とにかくまあ、利益上がってないんだから、もどんどん潰していけよっていうのは、どういう発想なのかなっていう、疑問に思いますね、うん。これあの、安倍内閣のね、えっ、ー、と、方針を継承するとは言いながらですね、結構いろいろと変えてきててですね、うん、安倍内閣の中に、成長戦略会議というのが今あるんですけど、その前進にあの、未来と 会議というのがあったんですよ、うん、でこれ内容はね、結構構構造改革ばっかりでしょうもないもんだったんですけど、うん、一応名前だけは、要するに建前は、投資をするんだと。うん、こう、インベストメント、お金を使ってで、それで将来成長させるんだっていうね、なんか改革とは必ずしも解釈できない会議があったんですけど、うん、それを潰して、成長戦略会議というね、うんうん、だから未来に投資をするっていうことを言わなくなっちゃったんですよ。こ、うん、れでね、委員にね、 竹中平三先生、後金総先生、これから新浪さん、うん、あの、サントリーだったかな、うんうん、あの、元サントリーで今、あの、コンビニエンスストアですけど、うん、これから三浦瑠麗さんとかね、なんかね、いろいろ脂っこい名前がね、並んでてね、うん、で、これがね、その、菅内閣の経済政策を牛耳っていくということが考えられるわけですよ。 日本はね、もう戦前からずっとやっぱり中小企業の数が多すぎて非効率だみたいな議論があって、うん、戦前には産業合理化運動なんつってね、<ー>中小企業の数を減らして効率化するとか言って、ずーっとやる議論なんです。うんうん、だけど、日本の歴史を見ると、その中小企業と言われるところの中から、後のね、大企業がね、そうです次々生まれてきてるんです。だってホンダだって、ソニーだって、トヨタだって、全部ちっちゃい会社だったからね、えー。そうなんです。えー、でね、その、 経済がどっちに向かうか分かる時代にはね、政府が旗を振って、例えば重化学工業にね、全ての資源を投入しよう。でも今はどこにその経済が向かうか分からないっていう時代ですよね。だからいろんなアイデアをいろんな中小零細が試すとかっていうことを、むしろ減らすんじゃなくて、そういうところから次の、その新しいこう、産業のね、可能性を開いてくれるところを探していくっていうのが、そういう意味での産業政策がね、本来今求められてるんだけど、 潰していくったら一番ダメなんじゃないですか、ねうん、これね、アトキンソンさんっていう方はもう自分の本の中で中小企業は生産性が低いから、うん、そういうのもどんどん潰していけばよいと。うん、そうすることで日本は成長するんだというね、謎理論を展開してて。うん、要するに中小企業を潰せば潰そうと日本は成長する理論なんですよね。うん、でも彼は完全に間違えていて,て、中小企業をいっぱい潰していくといっぱい失業者が増えますから、うん、国民の所得がガタッと減って消費と投資が減るわけですよ。うん、で、経済は低迷することは確実なんですけど、うん 僕は彼に直接これ何、2時間ぐらいかけて説明してやったのにもう全く意見変えないんですね。で、彼はだから意見変えるつもりがないんでしょう。うん、で、そういう人をこう、超重要会議に入れてますしね。<ー>で、さらに、あのー、竹中平蔵先生は人材派遣会社の会長をやっててですね。はい。ほいで、もう構造改革をして、みんなどん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 もうあのー、パーマンデントの仕事の人を 首にして、ほい、うん、で、その、日雇い労働者ばっかり増やしたらですね、儲かるわけですよ、パソナーとかっていう、うん、人材派遣会社はね。うん、そこの会長をやってて、だから改革をすればするほどお金が儲かるの図が竹中先生においても成立しててね。で、そんな人間をね、呼んできてですね、その、超重要委員会に、こう入れてですね、議論させるなんてもう、もうなんか正気の沙汰とは僕は思えないですね、菅総理。 生産性って言葉はやっぱりね、うん、マジックワードになってるんですよ。生産性って何かっていうと、例えば、10人の労働者で1トンの小麦ができた。10人の労働者で2トンの小麦ができたら倍になりますよね。うん、つまり同じ投入、労働を投入して、まあ、成果が、売り上げが増えたと。で、中小企業はそれが低いっていう。だけど、これってね、実は、 因果関係本当にあるのかつまり、労働者が頑張って、だから売り上げ上がったのか <laughs> 労働者のせいなのかっていうと、ちょっと違うんですよ。うん、例えば、機械が導入されるとね、うん、同じ順位の労働者でも、生産で上がりますよね。ね日本が、まあ、生産性が統計上低いのは、従業員が頑張ってないからだっていうのは、経営者の方よくおっしゃるんだけど、うん、いや違うんじゃないですかと。全然違いますね。めちゃめちゃ頑張ってるんだけど、企業が投資をしないから、うん、から政府が投資をしないから、 上がらないんじゃないですかっていうのは、やっぱ言いたいですよね。で、ね、しかもだってお客さんがいれば、うん、あの、どんなスカタンな従業員でも生産性上がるんですけど、ねええ、あの、お客さんが全然いなかったら、どんな超優秀な従業員でも生産性上がらないですよね。ね需要がなければね、うん。そうなんですよ。だから今不況だから、ええ あの、生産性が低いっていうことなんですけど、うんうん、アトキンソンたちは違うと因果関係が逆だった。生産性が低いから不況なんだっていう、ね、う謎理論を展開するんですん。割とね、そういういい加減なね、議論が経済論議ではね、溢れてるんですよね。そ,それが官邸のど真ん中で政策を決めていくんですよ。うん、もうめちゃくちゃありますよ、うん、この国は。だと思います。 あと、もう一個、その、菅総理が気になるのは、うん、ま、地方出身だっていうふうにおっしゃってるけど、うん、ま、選挙区はね、神奈川県で、うん、小泉さんもそうなんだけど、うん、都市型のその保守政治家に割とありがちなんだけど、割と地方に冷たいんですよね。うん、地方交付金もま、減らすっていうね、うん、その話になってるし、うん、ま、こういうその小泉型の改革って、やっぱ基本的に都市優、優って言いますかね。そうなりますよね。ええー。 なってまさに一極集中がどんどん加速してと思いますね、どう、うんだから、まだ安倍政権は、あの看板だけでも地方創生って言ってたけど、んんね、菅総理はなんかそういうふうな関心がそもそも終わりなのかなっていうのは総務大臣をやっておられたので、<laughs> 地方行政にはご関心だと思うんですけど、どうやら、ですねもう地方行政にご関心とは言いながら、ですね交付税交付金を削りたいんですよね、なんか。 新中主義者なので、あの、うん、自分でやってけよと。うん、で、弱肉強食やと。うん、で、うん、生き残るとこは生き残ったけど、生き残れんのところはもうしょうがないやろと。自分で頑張れよ。うん、っていうのがこれ、アトキンソンさんの根っ、うんうん、からの主張で。うん、で、それをこう主張してはるんですよね。<ー>だから、地方も、東京は、まあ、なんとか頑張るかもしれませんけど、うん、それ以外の山陰地方だとか、東北地方だとか、うん、四国とか、 あ,あの、北海道とか九州とかも放置されるんじゃないですかね。で、さらに言うと、大阪だって、東京に比べると放置されていくことになると思いますよ。 でも、頑張れって何をするんですかねいやそうなんですよ。もうすでに人口を失ってね、予算的にも厳しい状況にあって、うん、でも、ありとあらゆる意味で活力を失ってしまっている状況ですよね、うん。でもね、今世界の流れを見るとね、もうやっぱりコロナ以降やっぱいろ変わっていて、うん、それこそ国内回帰ですよね。生産拠点をやっぱり海外に置いとくと、今回みたいにね、うん、貿易が止まったり人が止まったりするんで、生産国内回帰する、ホームソーシングするっていうのは結構流れとして出てきてるんです。で中国なんかも一応いっぱい補助金つけたりね、アメリカもまた、うんうん、まあこの大 選挙の結果で変、ま、変わわりまますけれども、ま、た変わってくると、うん、でその時に、日本はね、なんでそれしないのかなっていう。地方のインフラを整備して、地方にもっとこう、制作て戻してもらう。で、それを国がもっと旗を振れば、いくらいでもその地方再生のチャンスってあるのに。ま、ともと。逆のことやるわけでしょ補助金切ってお前らで頑張れ。うん、<laughs> どうすればいいのどうすれっいいうんですかっていう <laughs>、えー、そんなね、その国がか主体的に関わらないと、なかなかやっぱり特にインフラの整備なんかできませんからね。うん だからやっぱりちょっと国家戦略として、ね。間違えてるんですよね。間違えてるんですよ、ね。まあ要は彼らはだから放置をして競争させれば、めっちゃ頑張りよるから、だからスーパーサイヤ人みたいになるとか思ってるんですかね。んなんか競争させてると。これで成長していくんだっていう、これ謎理論なんですけど、もう絶対無理なんですよね。あとやっぱりね、世論に、その一種なんて言えばいいのかな、誰か得をしてる奴がいるはずだっていう、こう、漠然たるなんか不満や不満があって、小泉さんはそれを語りにするのが上手かったんですよ。すね、郵便局だとか、公務員だとかね。はい、菅さんもだから今学術会議 そうでし、ね、学者っていうのは多分ねその世間知らずでなんか好きなこと言ってる、でおそらく携帯電話はね、利益をね上げてるんだ、高すぎるんだとかって言って、でさらにまあ NHK がやり玉に上がり上が、ね、ああ、なるほどね、役員ばっかりの会社があるとあ<ー>そんなあるのかもしれませんけど、そんなものは日本全体の不公正のもうごくごく一部であって。えーえー 最も不公正はわけのわからん委員を官邸の委員にしてるところやないかみたいない<や>ところだってあるわけですから。で、だからそういう人を見つけて叩くんじゃなくて、みんなで上がる。 政策を考えましょうってことですよ。地方は得をしてる、都市は得をしてる。そうじゃんみんなが終わればいいじゃないですかって。うん、政府が方針を変えれば、はい、いくらでもその可能性あるわけですよね。ででしかもね、はい、その地方どんどん切り捨ててたら、結局日本全体が沈没して、そのトップの都市である東京もどんどん衰退していくわけですよ。だって若者どんどん地方にいなくなって、で、子供生まれなくなってね。うん、ただもう東京は地方から人口吸い上げてるんだけど、それもなくなるっていう話になるわけで。うん 明らかに東京の未来のから考えても日本の他の地域が没落すれば東京だって絶対にそれはうまくいかないんですね。と、うんうん、いうことで今日はぜひね東京の曲を柴山さんに選んでいただけないかなということで。はい、はいえー。ピチカート5の東京は夜のシリーズです。 ええ曲ですよね,ね、うん、これ。今聞いてもおしゃれですよね,ね,すね、めちゃくちゃ好きでしたよ、僕。あ、そうですか。一時期めっちゃピチカードバブ聞いてましたよ、えー。ちょっと学生、大学生ぐらいねえっとね、多分ね、上州1年目とか、なんか、目目んかマスターか女子1年目かなんかでね。<ー>若い頃よく聞いてました。やっぱこの頃なんか、世界的な音楽シーンにも日本の音楽シーンが幾分影響してたんですよ。うん、あ,あの、カーディガンズとかもね、一応これね、あの、この、 系譜なんですよね。ピチカートファイバーのヨーロッパとかでも、だったかな、まあ、人気があったりとかして。<ー>で、あの、東京がね、本当の世界最先端のおしゃれな街だったんですよ。あの。デフレなる直前だから。あの、バカみたいに消費増税する二年前ぐらいですか。うんうん、これ九十五年ですね。えー、うーん、だから、この頃の日本はね、本当にね、なんかある意味、最も。 輝いてたと言っていいでしょうね。うん、文化的にはね。うん、今でもね。そう,そうです。曲なんかでも多いですね。この時期のね、うん、名曲と言われてるものがね。うんうんうん、で,ねでこれ改めて読んでみるとね、うん、詩はね、なんかちょっとコロナ、コロナ状況を読ん,、うん、んでるっていうね。 気分だけでし1回も考えたことなかったですけど、そんなシーンですか。僕もその、あなたに会いたいって言葉だけはイメージ持ってるんでよ,よく読んでみると、なんかね、割と孤独な多分女性が主人公で、それで、今日あなたに行くのにドレスアップして、でも待ち合わせたレストランはもう潰れてなかったっていういいいてて。コロナ、コロナですね。もうすでに20年前にコロナってるわけですね。で、お腹が空いて死にそうなの、早く会いたいって、要するに。<laughs> <laughs> なんかね、ソーシャルディスタンス状況の中で、な,ね、なんか恋人に会えなくって寂しがってる人の歌にも聞こえるんですよ。確かに。で、夜の指示でしょだから夜の指示、夜の指示っていうのは、だから、コロナ前の頃はあんなに輝いてたのに、今こんなに寂しいんだっていうのことを言ってるような気がして、なんか死もね、重なりますね。そう、先取りしてるんですよね。そう,そうか夜の指示っていうとさ、あこれからお出かけして食事をして、うん、そのクラブとか行く前の、ちょっと時間をおしゃれして食事しましょうみたいなところだけど、うんうん、潰れてるってこと、ね、潰れてるんです。うそうそうそう。<ー>で、なんかね、会い、どうも会えないんですよね。 何らかの事情で。<ー>だからその、なんかね、こう、まあもちろんこれ都市の、ね、そういう、まあさっきの言った孤独って言いますかね、うん、もう描いてるんだろうけど、だから、ね、コロナ状況の人の孤独を描いてるな感じもして、うんまあ、ある意味この頃、あ<ー>まあバブルが崩壊して数年後ぐらいですから、ちょっとなんかそういう気持ちがあったのかもしれませんね。うん、まだ、うん、あの、バブルの頃はもっとこう言ってましたから、<ー>でも、 僕的には90年から97年っていうなかなかこう、マチュアなね、あの、成熟した成長があって、僕はちょうど好きなんですけど、ちょっとなんかここね、その、バブルの頃にはバカっぽさがない感じがんですね。確かに。カッカーンとしてましたから、バブルの頃。バブルの頃の持っていた、なんかちょっと田舎臭さみたいな、キュリそうですね。抜けてね。そう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 。な感じがしますよね。そう、なんか成金的だったんですよ。うん、洗練され急に洗練されたって感じがしまね。90年代のね、感じがちょうど良かったんですよね。ああ。だから日本が、まあ音楽に関して言うと洋楽を受け入れてきて、 基本的なテイストで混ぜていったんだけど急になんかぼっと赤抜けたの出てきたっていうのはたぶ、うん多分このぐらいの、ね、こういう音楽ですよね。 まあそれも今は昔で、全然今もね、だいぶしんどいですけど、ね、だいぶね、まあまあまあ、ね、コロナですから、うん、もうそうです、ね。やっぱコロナによってね、まあ、バブル崩壊以上の、なんか特に我々の心理的ダメージがやっぱり大きい感じがしますね。で,すねで、それに追い打ちをかけるのが、ガース黒光攻撃ですよね。<laughs> もう、かなりきつい攻撃をこれから受けるのではないかと。政治がね、中小企業は潰れてもいいとか、辞助とかね、<や>言ってほしくないですよね。みん <laughs> な、もってね、ね政治家やろ、あなた。政治家、辞助とか言われたくないですよね。<laughs> やってるわって、<laughs> こんな不況の中、みんな頑張ってるよって、ほ前でも頑張って頑張って、も絶望した方が,が自殺されるわけですけど、その自殺される方も増えてるわけだし。 で、もう頑張ってもこれ子供養われへん言って、出生数も17%下がったりね。今ね、うん、減ってるんですよね。だからね、次女とかちょっとね。政治家は控除でいいんですよ。ただ控除をどうするかってことをね、もちろん予算に限界あるとかいろいろ説明はできると思うけど、次女なんてね。<laughs> いや、元からね、控除が100%だと思ってないですから。控除でできるだけやってもらって、そ,<う>その残余の残った部分は全部僕がやるから、まあそこも次女やれなんてお前が言うなと。総理大臣はお前控除のことだけ考えて。 考えとけっていうことなのに。全くそうです。いや、甘えるんじゃねえよって。甘えてないわ。お前いいよって話ですよね。中小企業もそうで、中小企業は潰れるのは仕方がないですよ。だって、け後継者がいないとかね。でも政治が潰れてもいいなんか絶対にちゃダメですよ、そんなことは。そうです。明らかな責任放棄ですよ、そんなのね。どんだけ黒光やねん、もう。では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。柴山さんにね、せっかくお越しいたなんてまだまだ語っていただきたいんですけど、どんな観点があすかあの もう一つね、最近面白かったのは、あの、菅総理の愛読書っていうのがね、いくつかの新聞出ていて、その一つがね、マキャベリっていうね、昔のすごく有名な政治思想家の、ま、君子論って本があって、で、これが、あの、菅首相の愛読書なんだそうです。理解してないじゃないですか、何だからね、あの、一部ね、その、マキャベリっていう人はいろんなこと言ってるんだけど、ま、人、人身昇悪をどうするかって時に、ああ、そうだね。恐れられなきゃいけないと。その、愛されるあの人の上に立つものを愛される恐れなきゃいけない。ま、そういうちょっと冷酷さもね、 上の人を持たなきゃいけないって言ってる部分は。はいはい、マキベリズムのんマベリズムなんるなん嫌われる勇気的な感じ、ねうん。まあそういうようなことをね、ねその、君主はみんなに好かれようと思っちゃいけないよってなことを言ってるって部分は多分、それは総理影響受けてると思うんだけど、うん、でもね、マキャベリの君主論ってそういう本じゃないんです。ああ、君主ですか中小企業潰れろなんて言っていいわけがないわけちなみにね、君主論で最初何言ってるかっていうと、 自衛力、軍事自衛力を持たない国は滅びるっていうのが第一メッセージなんですよ<ー> <laughs> 滅びつつあるかな、そりゃもう日本は。ね、あと、同盟国に依存する国はダメだって。に依存する国はダメだって,って,て、ねど。どんだけアメリカに依存して言っててね。で、二つ目は、あの、時代の変化にも見れない国,国は滅びるって言ってるんです改革 <laughs> の時代やない言うてんねやっぱりね、時代の流れにうまく合わせていくっていうのが、まあ、政治の仕事なんだと。で、自分の頭の中で考えたことを実行するなんてなことをやってると、時代とずれて、その国は運を失って滅びるんだって言ってるんです。うんうん だからね、っしっかり読んでいただきたいというか、うん。読んでらっしゃるんですよね。<laughs> もうなんか斜め読みに過ぎますよね。<laughs> うん、やっぱ自分のやっぱり、まあね、もちろんそう,そういうのでいいんだけど、古典、学者じゃないんだからいいんだけど、うん、やっぱりね、政治の本質っていうのはマキャベルの時代からあんまり変わってなくて、自分の国は自分で守るっていうことと、やっぱ時代の流れ、ね、しっかりこう政治が差をさして、まあ人を導いていくっていうのもうん、いつの時代でも基本ですよね。うんうん またね、あの、僕も、あの、菅さんはよく存じ上げてますので、上司だったので、うん、また、あの、近日中に、あの、目にかかる予定で今段取り組んでいるんですけど<ー>ぜひね、今日の島村さんの話をお届けしたいなと思います。もうね、積極財政に対する意識やっぱり持っていただきたいなっていうのは、うん、そうそう,そう,そう,そうちょうど僕もあの、この、つい先週なんですけども、あの、自粛と禁縮で日本は自滅するっていうタイトルで、うん、サブタイトルが、菅総理への直言っていう、ねうん、本をちょうど出しましたので、その本をこうお渡しすると同時に、 今日のの山さんであの「マキアベリーズ」もう一回読まはったらってこう <laughs> 付,付箋品でここちょっと読んでくださいっていうね <laughs> 読み出されたらあるのかもしれませんけどここ読んでさいっていうのちゃんとお,お届けしようと思います。